競馬ファンの皆様、こんにちは。北海道競馬、紋別競馬場でございます。今日のレースが始まります。今日も最終レースまで、ぜひともたっぷりと紋別グランシャリオナイターお楽しみください。日一番オープニングですね、高倉克美さんと共にお話を進めてまいります。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。心配事はもうあれしかないですよね。ですね。キリがないですね。キリがないですね。本当に昨日はお客様方には大変ご迷惑をおかけいたしましたけれども、はい、ぜひともですね、全国のファンの皆さんの祈りで、あれ、ね、祈りで、もう気合しかありません、これはもう、気合しかないです、最終レースまで。飛んでいけと、はい、白いものは飛んでいけと、ね、はい、ではもうぜひ祈っていただきたいというふうに思う次第でございます。じゃあ、今日も天気はいいんです、天気は本当に素晴らしくいいです、はい、後でパドックご覧いただきます。そうなんです、この天気がいい時がね、はい、やばい。ぜひとも大丈夫ですと信じて、今日最終レースまでぜひともお付き合いいただきたいと思います。さて、高倉さんとはですね、今日あまり時間はありませんので、はい、メインレースの話を中心に伺っていく、はい、いつもの高倉克美の競馬アカデミック愛のコーナーでございます。今日は高倉さん、はい、なんと 1000m の特別グランシャリオ紋別スプリント、はい、1000m はやっぱりね、はい、特殊な距離であるというふうにまず考えた方がいいですね。あで特殊、うん、なおかつこの紋別はその 1000m のまたもう一つ異質というね、もともとスーパースプリントシリーズの、ね、はい、中にあるレースで、スーパースプリントシリーズのレースはそれぞれに特殊、トップクラスのメンバーがこの距離で走るのかというところ、はい、とりわけ紋別の今これコースなんですけれども、はい、1000m、1200m との違いを中心にちょっとお話しいただきますか。そうなんです、ね、この 1000m のスタート位置、向こう上面の真ん中辺ですよね、はい、ですからスタートして1ハロン、うん、2ハロン目にカーブにかかるというね、はい、1200m ですと、はい、ゲートから開いて2ハロンが直線という形です、ね、はい、ちょうど3コーナーを回って少し行ったところに残り600のハロンがあります。そうなんですよ、はい、でこれが2走でしてね、実はそのレース、ほとんどのレースはね、ゲートから出て最初の1ハロン目、そして2ハロン目のね、はい、ラップがだいたい2ハロン目のラップが 1.5 秒ぐらい最低でも上がるんですよ、直線部分をこう行くと、うん、なるほどなるほど。ところがこの紋別の 1000m は2ハロン目がコーナーに入りますから、はい、そこのラップがね、落差が小さいんですよね。これは他の乗り物と同じで、はい、コーナーではなかなか速度上げるのが難しい。だから普通だと一番加速を効かせる2ハロン目の加速を効かせるとカーブ曲がりきれなくなりますし、コーナーで負荷がかかりますから、うん、ここのラップの傾斜ですね、 1200m だと、まあ、静止性からですからね、ゲートを目いっぱい出してもダートだと最初の人は12秒ぐらい、はい、そこから紋別はコースが直線長いということで2ハロン目比較的その、うん、抑え気味なんですよね、はい、それでもそこから、まあ、1.1 秒ぐらいだとして次のラップがね、うん、10.9 とか、はい、早い時で 10.9、うん、次は10、まあ、11秒台の前半ぐらいかなというケースがあるんですが、はい、この時は 1000m の時はもっとね、そこがたるむんですよ。2ハロン目がラップが上がるのはこれ一般的な傾向、ところが紋別の 1000m の場合は上げ切らんのですね。だから最初の1ハロンですね、コーナーにいい感じで入りたいから、ゲートからはね、潜入の時よりももっと出すんですよ、だから最初の1ハロンは逆に潜入の時よりも早いんですよ、はい、ちょっと。だから去年のこのレースがね、2ハロンのラップが23秒5ぐらいですね。で、1ハロンで結構出して、はい、去年はファイアップの話聞いたんですかね、うん、1ハロンで出していきますから、12秒ちょうどぐらいの1ハロンなんだと思う。だから次の2ハロン目が 11.5、落差が5万5ぐらいしかないんですよ。なるほどね。で、次の3ハロン目もカーブですから、そうですね、うん、同じラップの傾斜がないまんま行くんですよ。これ3コーナーから4コーナー、ちょうど回ってるところが3ハロン目で 1000m 線だ、ね、だからそこでラップが上がっていかないという形ですね、うん、これ実際に、まず一般論として、はい、レースの展開にどういう影響を及ぼすか、これはですからね、コーナーを腹切った馬が、まあ、ため逃げというか、はい、馬なりの感じですと、ペースの変化がなく流れていくという形ですね、はい、だから追い込みタイプって大体1200の時はその2ハロン目のそのダッシュ効かされたところで前との距離が空くんですよね。少し位置取りが後ろになる、後ろになっちゃうんですよ、うん、ところがこの 1000m だとその2ハロン目のその急激なラップのね、はい、上昇がないために、
あそこの部分のロスが意外に少ないということなんです。そうか、場合によっては戦時の時よりももう離されなくて済む。そうなんですよ、離されなくて済むというのがこの 1000m の特徴がありますね。一般論で言ったら 1000m 戦ですから、忙しいですからね。離されたら不利というふうに思いがちなんですが、だから一歩の目のにダッシュを効かせるというのはコーナーの入りをねよりスムーズにかぶされないでね一頭で入っていきたいという人間馬のそういうのがあって一歩の目を吹かす、はい、でも二歩の目に入った時には吹かすということはないんで、だから 3,4 コーナーその二歩の目3歩の目が淡々とという形、ラップ上は少しやっぱり早めでしょうけれども淡々とという形で直線に向くんですね。一つにはメンバー見ながらちょっとここ具体的にいきましょうか、はい、メンバー出走表です。4名も取り消して11頭立てですからね、今の話ですと、はい、まあ、前もペースが上がらないから、はい、ある程度楽は楽です。楽は楽です。ただ追い込みはもう離されない、離されないというね。でこの 3,4 コーナーの立ち回りのところですが、うん、いわゆる行為につけてそこからね瞬発力を生かそうとするタイプの追い出し、はい、動き出しのタイミングね、ラップを上げるタイミングが直線に入っていく形になりますよね、 1000m、はい、ところが 1200m だと 3,4 コーナーの少しペースがその緩んだところで行為の、はい、抜け出しにかかって少しラップを上げるという形になります、はい、それが後ろに後ろに行きますから、うん、追い込みのタイプですね、意外にそうついて回れて、はい、長く足を使うタイプって最後まで行きますから、あなるほど、だから瞬間的な速さの、まあ、ラスト50ぐらいのところは少しやっぱり止まり加減になりますんでね、1000m というイメージよりもその追い込みタイプが活躍できるような状況というのはね、この紋別の 1000m には日曜日にならない限りはあるという、北海道スプリントカップの時には、はい、コーナーで動いたら、追い込みはな、はい、コーナーで動いたら苦しくなるよという高倉のおっしゃって、その通りでした、はいはい、1000m の場合はちょっと違いますね。違うんですね。あだからあそこの追い上げのところでね、後ろからもともとコーナーで追い上げるという習慣性が追い込み場合がありますんで、はい、その時に前がそんなに引っ張ってくれてないんで意外とスムーズというね。 なおかつラストね、2波論ね、エンジンがかかったら結構同じラップを刻めるというのがだから追い込み馬になってるわけで、うんうん、そのあたりね、むしろ行く馬の方がレースしづらいんですね。自分のペースに持ち込んでるようで持ち込めな い今日の組み合わせでいうとその展開面、まあ、はい、あらあらで結構なんですけれども、はい、どんな風にこれなりそうですか。まあね、これ鉄壁にハイラップを刻んで逃げたいという馬が実はここ見当たらないんですよね、うん、最近慣れるとウィッチワンドが行きますかね、はいはい、それでもそのバハの23秒を昨年のファイアアップのようなラップを刻めるかどうかね、これマックスだと思います。両馬場の紋別のその 1000m の2波論のラップだとね、昨年のファイアアップが、はい、まあこの時は他に相手もいなくて青いアンとの一騎打ちという状況でしたんでね、はい、だからファイアアップも経験なくいったんでしょうけども、昨年の方が馬場状態は戦2で1秒ぐらい早い馬場状態なんですよ。でそれを考えるとね、ここはやっぱり24秒、このメンバーだと早くても24秒切るか切らないかぐらいの感じでしょうね。はい、だから、ね、追い込むタイプには割と追走スムーズというね、特に、ね、アイビンパワーあたりはまくり気味の競馬っていうのをするんですよね。だからポジション比較的早めにスーッと上がってくるタイプですね。典型的などんじりにて直線強襲というタイプでは実はアイディンパワーはない。どっちかというとエリモサプライズあたりがそういうタイプですね。エリモサプライズはドンジーからですよね、はいはい、早めに動くとダメというタイプですけども、だから意外に追い込みも大丈夫ということになると、さて青山テプリ断然人気だと思います。スムーズに流れに乗れるからね、一番イメージできますよ。めちゃめちゃイメージできます。一番手堅いっていうか、はい、安定した走りするだろうなと思うのは青山テプリなんですが、さてどっちを選択しますかね、はい、ということですよね。高倉さんの結論に、はい、ここからはじゃあスタジオの方で白板を出していただきます、はい、そうですね。結論はということで、まあ、僕はちょっとこう端々に今名前出てましたけど、はい、意外に器用、もともとのね面白い、もともとのタイプがこの紋別のこういう特殊な 1000m じゃない、他のところの 1000m、はい、二波の面をまだ直線というようなところでも、うん、意外に対応しているアイディンパワーだったら紋別の 1000m はもっと対応が楽かなという、でこういうんで意外に器用な追い込みがというふうに考えたんです。
けどね、はい、相手も現状からいくとこの3頭だけという感じでいいでしょうね。4番はアウヤンテン V、 6番はエリモンサプライズ、それでも届くかどう か, か, どうか、あとは7番のファイヤ ー、昨年の実績がありますからね、はい、前に行ってという、うん、他の馬だとちょっとグランドラッチだともうちょっとやっぱり距離不足の感じが多少あります、1000メーターだとね、うん、あとはもう実力的にちょっと辛いかなというところがあります。なるほど。だからこのアイディンパワーっていうのはね、あの川崎とか船橋で小回りの900だとか 1000m だとかでやっぱりきっちり走れてるんですよね。だから小回りのああいうところに対応できてればこの紋別の 1000m だとむしろね、はい、直線が長い分だけその姉妹の伸び、惰性がついた後の伸びを利用できるという状況がありますよね、はい、うん、面白い狙いだと思いますね。意外に器用な追い込み馬、はい、意外に器用な追い込み馬、アイディンパワー、はい、あのみんな追い込みタイプっていうと不器用だと思いがちでしょ。おそうなんです。そうだけど、このレース運びを見てると結構いろんな形で対応してるんですよね。だから極端な距離でもこれアイディンパワーも活躍してきた、ね、そうなんですよ、ね、あの長く足を使えるというか一定の、ね、レベルのラップに上がってても、はい、そこからもう一回エンジン吹かすことができるタイプの馬だというから典型的なスプリンターとは言えないところも確かにあるんですけどね。だからスピードの絶対値がもともと高いということなんでしょう、はい、このまま。ですからアウヤンテプイ相当強いですが、アイディンパワーに可能性ありと見て、はい、裏目占領ですよね、うん、馬感だったらきっと、はい、いい配当か、いい配当になりそうな、はい、そんな気がしますね。わかりました。今日のメインレースグランシャリオ紋別スプリント紋別12レースでございます。こちらについて高倉さんに昼一番お話を頂戴いたしました。その時間どうもありがとうございました、はい、さて、パドックではすでに1レースの各馬が周回を始めているようでございます。こちらに目を転じていきましょう。